今日のコメント、スタンプとてもいいですね。第2弾とかもあると嬉しいです。そうですか、使いやすい文言とか選んだので、そう言っていただけて嬉しいです。第2弾もまた機会があったら作ろうかな。どうもハルガットです。皆さんアニポケは見ていますか？今後どうなるかわからないのでワクワクしますよね。そこで今回はサトシはもうすでにポケモンマスターだった件について話していこうと思います。では関係ないけど、また暖かくなったら釣りに行きたいです。みんなはなんか趣味ある？というわけで、よかったら最後に聞いててください。ついにハルガット初となるラインスタンプを発売しました。全16種類で使いやすいので、概要欄に購入 URL が記載されているので、ぜひ買って使ってみてね。サトシはもうすでにポケモンマスターになっていた。昨日のアニポケは目指せポケモンマスター第4話ツンベアのため息ということで、自分のパワーをうまく使えないツンベアが登場しました。そこでサトシは一緒に練習をして、その強大な氷のパワーをうまく使いこなせるようにしようと特訓を開始します。最初はなかなかコントロールできなかったツンベアでしたが、サトシの猛特訓のおかげで最後は見事パワーを使いこなせるようになり、一件落着。そして最後にやっぱり1話で登場したラティアスが映り、この回は終わりました。この回のサトシの手持ちポケモンはニジマル、ガオガイエン、ファイアロー、カビゴン、ピカチュウでしたね。カスミのスターミー、タケシのホレトスなど懐かしいポケモンたちも登場しました。来週はサトシのゼニガメが登場するんですが、なんとこの回の手持ちポケモンにリザードンと不思議ダネがいて、初代御三家が揃うという激アツの展開です。ツイッターでもトレンドに入るほどここは盛り上がっていましたね。来週も楽しみです。でこっから僕の考察になるんですけど、昨日のツンベアの回を見て僕はふとある仮説が浮かびました。それはすでにサトシはポケモンマスターなのではということです。なぜそう思ったのかというと、まず昔公式からポケモンマスターのふわっとした定義が語られていて、それは最強のポケモントレーナーであること、すべてのポケモンを扱えるようになること、そして少年のたわいのない夢というふうに言われています。そしてこれは前動画でも触れましたが、世界最強のダンデを倒している以上、一応最強のトレーナーであるということは達成しています。また未達成だと思われていたすべてのポケモンを扱えるという部分も、昨日の回では野生でたまたま会ったツンビアの悩みに体を張り寄り添い解決していたため、野生のポケモンを扱えるということはある意味どんなポケモンでも扱えそうではあります。今まではこれがサトシだよなと当たり前すぎて気になりませんでしたが、冷静に考えるとサトシは今回のツンベアに限らず、どんなポケモンだとしてもああやってポケモンに寄り添い、さっきの未達成と思われていた全てのポケモンを扱うというのも達成してると思いませんか。つまりサトシは世界一のダンデに勝った時点ですでにポケモンマスターになっていたのではないでしょうか。そう考えると昨日のツンベアの回で不自然なくらいにツンベアの悩みに寄り添いしっかり解決したのを描いていたのにも納得できますし、ここまでのメザポケもほのぼの回に見えて、実際はそうじゃないメッセージ性のある回とも思えてきますよね。だって現にサトシに助けられた伝説ポケモンラティアスですよ。あれからずっとサトシについてきているんですから。皆さんはこの考察についてどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで、サトシはもうすでにポケモンマスターだったという件についてでした。ちょっとのものスターちゃん登録やしごボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。